どうもコテコ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日も、昨日に引き続き、こちらの水槽を見ていこうかと思うんですけれども、まあ、昨日ね、こちらの JEX の2045の、フィルターで、まあ、水量がちょろちょろだよと、12日でどうしてくれよと、そういうお話だったんですけども、まあコメント結構いただいて、まあコメントまあいろいろいただいて、原因追求していこうかなみたいな、どこが詰まってるのかなみたいなのも見ていこうかなっていうふうに思っております。んで、あのほぼ確実にストレーナーあのスポンジが詰まってるんじゃないのっていう人もいたんで、あ、じゃあそうだよなと、いじってないもんなと思って、ちょっとまずストレーナーストーンにスポット取って水量が戻るのかっていうのをちょっと確かめてみます。そもそも12日でそんな汚れんのかな。ちょっと取ってみる。ごめんよ。まあ、そんなに詰まってる感じはないけどね。取りました。まあこれで戻ってたら私のただのミスなんだけどね。でもやっぱこんな感じ。まあさっきよりちょっと良くなったのかな。ただまあ、まあ、ストレーナースポンジじゃないって感じですね。一応ストレーナースポンジはこんな感じ。まあ詰まってはいるけど、汚れがまあ入ってるけど、そんなに、目詰まりするほどはないって感じですね。まあ一応ストレーナースポンジの汚れはこんなもん。まあ汚れてるけど、目詰まりするほどは汚れてないっていう形ですね。ちょっとまた後でつけたいと思います。まああとは今ポンプがこの下の位置だから、上の方に少し上げれば、あの水をねこう持ち上げて落とすって感じだから、上の方に上げればその持ち上げるね、力があの少なく済むので、ちょっと上の方にセッティングしたらどうっていう方もいたんで、今この状態で少し上にセットしてみたいと思います。ちょっと今、上の方にちょっとセッティングしてみました。で水量は、やっぱそんな変わんない感じですね。まあ根本的にやっぱ詰まってるってことですね、中がね。じゃあちょっとポンプ外してきますね。まず電源を切る。で、これを切る。で、こっちを開けて水を吐き出すっていう。よし。よし、じゃあ開けていきたいと思います。ちょっとホース取るかな。で、よいしょ、水出して。一応2週間分の汚れですからね。ちょっと開けてみますね。ちょっと汚れてる。パカ。こっちが出口ですね。でも結構汚れてんな。これ結局こんなにぺちゃんこになってるから、水量がね、落ちたんだな。まずここがぺちゃんこだな。あとはまあちょっとここら辺にもついてるけど、そうでもないな。うわ、でも結構汚れてる。位置が汚れてるな。まあこんなところですね。でもね、これぐらいはね、実は汚れてたんですよ、今までもずっと。だって2週間で簡単楽々パワーフィルター詰まってましたからね。だけどこれで結局ダメってことか。ちょっとこれは後で洗います。でどうしようかなと思って、で結局この1枚で全部を防いでたわけでしょ。私的にはこれをこの中にちょっとずつ溜まってほしかったの。だけど結局リングロ剤ってそうは言ってもね、汚れが溜まるわけじゃないじゃないですか。溜まるっていうかスルーしてますよね。だから全部こいつでせき止めるから、このメンテの交換時期が
早いってわけですよね、きっとね。ちょっと一回洗ってくるか。ちょっと洗ってきれいにしてやる。きれいにします。でまあこれはもう今洗いましたけど、ちょっともう下手って2週間で下手るのもちょっと嫌だなと思ったけど、下手ったんでこれは捨てます。で新しいの、これ新しいというか、もともとチャームさんでね、予備のやつ買ってあったんで、これを1個入れる。まあこれね、これ入れますよ。うん、こんなに厚み、いやまあこれ純正ノーブランドだけど、やっぱね、うん、まあこうなりますよね。そしてまあ昨日の動画では散々外部フィルターのですったけど、一番いい、メリットとしては、これそうは言っても1リットルだったっけ、何リットルだったっけ、そうは言っても筐体がでかいってことですよね。うん、この箱がでかいからカスタマイズが効くということでございます。でもともと私リングロー剤って信じてなくて、さっきも言ったけど汚れ取ってる頑張ってるのこの1枚ですよね。これを通り抜けたら全部この1枚で頑張っちゃったから、こんなに大きいのにこの1枚で頑張ったからもうすぐダメになっちゃった、うん、ってことだから、ここまでに来る過程でちょっとずつ溜まっていけばいいんじゃねえのかなみたいな本当にそうなるか分かんないけどね、うん、でリングロー剤はちょっとやめました。で何入れるかっていうと、あの水槽砂利じゃないですか、砂利、うん、手綱っていう、まあ、砂ですね、砂を入れてるんだけど、砂だとどうしても、pH が弱酸性になりにくいっていうことがあります。うん、水槽環境、まあどっちかっていうと弱アルカリよりも、中性から、まあ、弱酸性にした方が水草もね育つしっていうのもあるんで、で、じゃあソイルね、これプラチナソイルなんですけれども、これをこのやつに入れてやれば、若干底面ろ過っぽいね、底面ろ過っぽい感じでやると砂利の低床なんだけど、ソイルの恩恵を受けられるんじゃねえのかなっていう。まあこれだったらあれですよ、あの他のろ過装置じゃできないから、いやさすが外部フィルターだなっていうふうに思いますよね。うん、まあその拡張性の高さはねやっぱあるから、それをやっていきたいと思います。吸ってすぐ詰まるかもしれないけどねまあそれはそれで、ただソイルの、有効性もあるから、でこれを縛るでしょ。大丈夫かな、入れた、こんな感じね、こんな感じ入れました。もう一個入るな。まあこれでも水量がちょっと弱くなっても今回はいいや、うん、その若干ちょろちょろ出てるぐらいで、うん、いや、なんかこれね、あの三角コーナーじゃなくて、あの排水口のね、うん、台所のね排水口の、ゴミ取るネットですね、うん、これ最初に洗いスポンジの方が良かったか、最初洗いスポンジ入れて、この洗いスポンジ入れて、でこれ入れてこれか、これダブルにしとくか、ダブルにして、こうする。おお、いいんじゃん。いや、これこうでいいか。で、これをこうする。お、できた。お、いいんじゃない？よし。じゃあ完成しました。うん、いいんじゃない？これでちょっとセッティングしていきたいと思います。じゃあちょっと早速セッティングして、さっきのストレーのスポンジも綺麗に洗ったので、ちょっと電源を入れてみます。よいしょ。お、早速どうかな。お、来た。お、あ、結構水量あるぞ。お、いいじゃん。ソイルそんなに洗ってないけど、あ、ちょっとてか洗わないソイルだからあれだけど、水もそんな濁ってなさそうだな。はい、ということでセッティング完了いたしました。まあ
外部フィルターの中にソイル入れてろ過すると、まあ、簡易的な底面フィルターみたいな発想、うん、でソイル自体はそのプラチナソイルなんで吸着性のソイルなので、まあ水質も安定すると思います、うん、そして多孔質だと思うのでバクテリアも当然、入り込んで繁殖するであろう。でリンゴ剤よりも確実に、汚れをね、まあ、回収することができると思いますので、うん、まあ、引っかかるところが多いからね。で引っかかることが多いということは、結局最終的にいったスポンジね、うん、ウールマットのところ。ウールマット1枚で頑張っていたのを他の部分で、まあ、引っかかるから、長いことをメンテしなくても大丈夫なんじゃないかという、推測でございます、はい。まあ、ただ私の今のちょっと発想でどうだろうっていうところなんで、まあ、今後様子見て検証していこうかと思っておりますのでお楽しみにしていてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続き、いろいろな角度でアクアリウム頑張っていきたいと思っておりますので、興味の湧いた方ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ